どうも、まさるこです。では、大逆転裁判、なるほど龍之介の冒険、続きをやっていきたいと思います。前回、漱石さんの無罪を無事に、証明してしましてですね、で、下宿先を探してたんだよね、さつちゃんと。俺はね、龍之介は。で、そしたら、ホームズが現れて、まあ、その事務所の屋根裏部屋をね、使うといいよって言ってくれて、なので今日は、漱石さんの無実も晴れたことだし、釈放してもらって、漱石さんも込みで、みんなでここでパーティーをしようという話になり、とりあえず一旦、今、このホームズさんの事務所の屋根裏に着いたところからやっていきたいと思います。同日午後4時41分、屋根裏部屋。屋根裏部屋だな。まだ結構掃除してくれてたんじゃなかったっけ。ここがさつちゃんかわいいな。久しぶりに見たんだ。さつちゃんかわいいな。かわいいよ。そのおでこの藤二重の部分が何とも言えない。私どもの新しい事務所でございます。ここか。なんか掃除してくれてたって言ってたけど相当散らかってたか。でもまあ綺麗な方か。これは僕たちの事務所か。なんだかいいですね、その響き。確かに。はい。まさに夢のようでございます。しかも、さとちゃんはホームズの大ファンだから、その事務所の上に自分たちの事務所があるなんて超嬉しいだろうね、さとちゃん。嬉しいだろうね、さとちゃん。でも、ここ、部屋一つだから、一つしかないらしいから、よろしくね。俺と二人暮らしになるけど、しばらく。事務所兼住居だから、ここ。よろしくね。大丈夫？見てくれ、麻生木。ほんの一歩だけど。そうね、目的を忘れちゃいけない。そう、さとちゃんと二人暮らしをしたいんじゃなくて、麻生木のそのなんだろう、願いとか思いを受け継いでんだよね。麻生木はやらなきゃいけないことがあったんだよね、多分ロンドンでここへ来て。だけど思い半ばで命を落としてしまったと。で、それをまあなるほどがなんとか受け継がなきゃいけないんだけど、まだそれが何なのか分かっていません。お前の夢に近づいた気がするよ。頑張っていこう。どうだい将軍、気に入ってくれたかな。結構日がまあまあ入るから。おお、なんか、なんだその格好、初めて見たぞ。なんだそんなかっこいい感じになれるんだったら、なにそれ、パーティー仕様。でもこれはつけてんだね。パーティー仕様それ。ちょっとさとちゃんダメだよ。ちょっと好きになっちゃダメだよね。好きになっちゃって、ここは腹いじるよ、好きになっちゃうんだったら。ホームズさん、ありがとうございます。そうね、まずはこっちが真摯にこうお礼を述べないとね、冷静に。なんと素敵なお部屋、スサトは感激しております。そいつはよかった、僕たちも嬉しいよ。おお、アイリスちゃん。さあみんな、そろそろご飯だからね。ちょっとアイリスちゃんの声、ちょっとマスロ声とか可愛くないけど、それは許してほしい。許してほしい、アイリスちゃん。漱石のおじちゃんが来たら、今夜はいろいろお祝いなんだよ。ちなみにアイリスちゃんはもう天才少女、もう何でもできちゃう、もう料理もうまいし何でもできちゃう。この一応ホームズの助手というか、お世話係兼助手で発明家でもあります。はい。あ、アイリス様、私お手伝いいたします。さとちゃん手伝ったりできる口？大丈夫、さと投げばっかりやってるから結局体力系女子でしょ、そう見えて。大丈夫、お料理いける口？よし、じゃあさとちゃんにはサラダを任せた。大丈夫、さとちゃん、サラダなんて作ったことある？日本で。日本にまだもうサラダってあるの？この時代にサラダっていう言葉ある？さと、さとちゃん、ごめん今呼び捨てしちゃった。さとちゃん、はい。あ、でも自信ありそうだから任せたら大丈夫か。まあ菜食兼備でしょう、きっと。さとちゃんは大丈夫でしょう。サラダも彩りいい感じにしてくれるでしょう、ロンドンっぽい感じに。お、それでどうだいミスター、なるほど。お、男同士の話か。なんだ、やんのか、おい。やんのか、こら。やんのか、おい。かかってこい、やんのか。ロンドンに自分の事務所を構えた気分は。なんだかワクワクしています。これからこの街でどんなことが待っているんだろうって。はっ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 は。こいつ、ツボがわかんねえ。急にツボるから、こいつ。何、詳しいこと言った今。面白いこと言った？なんか面白かった？どこが面白かった？今、教えてほしい。ここに事務所を開いたとき、僕もそんな気分だったよ。ああ、そうかそうか。同じ、一応同じようなね。まあ、ホームズは探偵で、こっちはまあ弁護士ではあるが、まあまあ同じところで戦うもんね。
そうか、そのうち待って、ホームズと戦うことある。でも探偵だからあれか、別に戦うってことよりは一緒に突き進んでいくって感じか。この町の闇を知るまではね。おいおいおい、そういうこと言わないでよ。何闇って。まだこっちウキウキ気分だよ。ウキウキウォッチングなんだから、ロンドンに来て初めての外国で。先にもう教えてほしいよね。何闇って、もう先に教えてほしいんだけど。だったらロンドンは世界で最も輝き、繁栄を謳歌する華やかな大帝都だ。しかしその光が眩しければ眩しいほど闇も深いということか。そこに落ちる影は黒く濃い闇になる。まあそういうもんか、光と闇とは。そうだよね、対だもんな。光り輝いてる分、そりゃ闇も深くなるわな。闇ですか。まあ今に君も知るだろう、ロンドンの闇、その深さをね。まだ一応この時代って日本でも三権分立してるけど、下ばっかりなんだよね、時代背景としては。で一応そのロンドンの方が、まあそれは先にもう行われているから、一応こっちに来て、まあなるほども学んでいるということなんだが、まあ三権分立とはいえ、その闇、まあ癒着、いろいろあるんだろうね、その大人の事情が。きっとそういう闇でしょ多分。それでは改めて、今日はそんな話じゃなくてパーティーしよう。漱石さんが無罪になったんだから、ようこそって言うんでしょ、どうせロンドンへって言うんでしょ。わかったわかった、もうだいたいわかる、お前の言うこと。ようこそロンドンへ、ミスターなるほど。おう、キリッとしてんね、かっこいいとこあんじゃん。ちょっとその格好が一番かっこいいよ。その時の僕にはホームズさんの言葉の意味などわからはず、いいとこで感じっち、ホームズさんの言葉の意味などわかるはずもなかった。僕がその深い闇を覗き込むことになるとは、なるのはもう少し先のことになる。あ、そう、すぐにはやっぱそこはわからないと、ちょい先なのね。はいはい、わかりました。終わった、ちょっと終わんないでほしい。終わったって。あ、ようこそロンドンへ。じゃあちょっとセーブしますね。はい、ということでセーブしました。で今やったのがこれだね。かで次これってこと。急に第5話。どういうこと。4話。どういうこと？ちょっと待って。今何やった？今4話？あ、こう来てんのか。ごめんごめんごめん。こう来たんだね。こう来て。ちょっと分かりづらいな、これ。我が輩とキリナルの冒険が、今のが終わったんだね。じゃあ次は5話だ。やっぱこれでいいんだ。あ、そうかそうか。これ最終章ってことか。第5話。第5話、語られない物語の冒険。おー、行きましょう。行きましょう。語りの冒険の初めからゲームを開始しますか。はい、じゃあ行きます。ここはミルタンだね。第5話、語られない物語の冒険。来たぞ。ホームズの鋭い声が濃い霧の壁の向こうから聞こえてきた。私は霧のまとわりつく拳銃の撃鉄を起こして息を潜めて待った。永遠とも思える静寂、そしてその瞬間は突然訪れた。霧の中から見たこともない巨大な獣が私の目の前に踊り出たのだ。それは確かに犬だった。しかし明らかに尋常ではなかった。目は光光と燃え上がり、猛牛ほどもある体躯に獰猛な青白い炎をまとっている。血を這うような息遣いとうなり声、私はあまりの恐怖に震え上がった。見たまえワトソン。ホームズは魔獣を見据えて言い放った。こいつこそバスカビル家に代々語り継がれる伝説の魔剣なのだ。おお、魔剣が出てきた。ちょっと音量を下げます。魔剣、
よし、ちょっとじゃあ読んできますね。僕たちが大帝都ロンドンを訪れて早2ヶ月の月日が流れた。あ、もうちょっと時間が経っている。パーティーの様子とかはもうないのね。パーティーのあの漱石さん含めたあの初日のパーティーのどんちゃん騒ぎと、あのスタッドちゃんのサラダの出来具合のはもうはしょったのね。わかったわかった。この町に到着した日にいきなり不思議な裁判に巻き込まれて、続く夏目漱石さんの事件で僕たちは奇跡の無罪判決を勝ち取った。でも弁護士として法廷に立つ機会はそこでパッタリ途絶えてしまった。あーそうか、まあたまたまか。まあ、なんだっけ、なんとかバロックなんちゃら伯爵みたいな人に頼まれたというか、やってみろみたいな感じで挨拶しに行ったら、そう、あの裁判出ろっつって、それがメグンダルさん、メグンダルちゃんだもんね。で漱石さんと来て、それから2ヶ月経って何にも法廷に立たない。何やってたの2ヶ月間。まあ無理もない。何しろ僕は素人同然の聞いたこともない外国から来た留学生なのだから。そうだよね、まだ弁護士の免許というかそういうのもないんだよね。バッジついてないよね。そんなわけで僕たちの事務所は平穏な日々が続いていた。屋根裏のあの運命の朝、一通の電報によってその静寂が破られるまでは。もうなんだなんだ、電報、電通、電報。4月15日午前9時13分、なるほど、法律相談所。どんどんどん。なんだ、誰ですか？どうしました？おー、事務所っぽい、だるま。これ、だるまはさ、どこで売ってたの？これ、取り寄せたの？それか、なるほど、荷物の中にこれ持ってきたとしか思えないでしょ。スサトちゃんか、これ持ってきたの。で、かなり怒ってるけど、このだるま。まあ、いいか、このだるまの話はもう。で、その朝、はい。僕は電報配達人が扉を叩く不遠慮な音で叩き起こされた。それからだ。さとちゃん、どうした？外を眺めて。何？どうしたの？ホームシックになった？抱きしめてあげようか？ねえ、後ろから抱きしめてあげようか？さとちゃん、大丈夫？さとさんの様子が明らかにおかしくなった。ちょっと心配です。お茶入れる？お茶入れようか？もう沸いてそうだし。あの、佐藤さん？はい。あ、元気だった？決意を固めてた口？外を見ながら。何？電報に何が書いてあったの？それではそろそろ大法廷に参りましょうか。あ、内容を教えてくんないの？本日の審理はどのような事件でしたか？あ、それ、佐藤メモ。これ何でも書いてあるから、このメモに。何でも書いてあるの、これ。この本に。今のところ弁護の予定は特になかったと思いますけど。でも大法廷に向かうの？今日傍聴席で見るみたいなこと？あ、そうでした、特になかったのでした。どうした佐藤ちゃん、大丈夫？ちょっとぼーっとしてるか？ちょっとなんか美味しいもんでも食べに行く？二人で。ちょっと今朝はアイリスちゃんがご飯を用意してくれてるそうですよ。あ、アイリスちゃんありがとう。ほんとアイリスちゃん、そろそろホームズさんの部屋に降りましょうか。はい。アイリス様の朝食はそれは美味しゅうございますから。アイリスちゃんすごいな、やっぱ。そうですね。ご飯をいただきましたら大法廷に参りましょうね。すごい、さとちゃん大法廷に行きたがるけど何もないんでしょ。でも行っても、でも行くの？だからちょっと待って。本日の審理はどのような事件でしたか？ちょ、これ再放送だって、さとちゃん。さとちゃん、ちょっと疲れた？日本帰るか？もう日本に帰るか？やれやれ。ちょっとさとちゃんの様子おかしいにも程があるって、これは。さすがに。え？は？それ話すよ。電報の、そう、電報のこと教えて。何？それで何だったんですか？今朝、佐藤さんに届いたあの電報は、あれかな、母上とかが父上から来たやつかな、元気にしてる？佐藤みたいなやつ読んじゃったんじゃないの？そんでホームシックになっちゃったんじゃないの？え、電報？何その感じ。それが内容が気になってるし、それによって佐藤ちゃんの様子がおかしくなりすぎちゃってるから、もうさ、教えて。
一体何のことでございましょうじゃないんだよ。何のことでございましょうじゃないんだよ。あからさますぎるからさ、ちょっと教えてくんない？その電報ちょっと一旦こっちによこしてよ。ねえ、さとちゃん、一回よこしてくんない？さすがにそれは無理があるでしょ。そうだよ、どんどんどんつって、それで俺だって起こされてんだから、その電報配達人によって。そうでございますね。無理がございますよね。んだ、見せてけろその電報。でもさとちゃんあってか、じゃああんまり見るのあれか。どうした、どうしたの。お気になさらずに。つまらな、つ、つらま、つ、つまらな、ら、つら、ま、な、どうした、どうした。ちょうどよかったけど、本当に読めなかったから今。ちょうどマズルコも噛んだからよかったんだけど。いや、気になさらずにの様子じゃないんだよ。気になさってほしくないんだったら、もうちょっとさ、ちゃんとしてほしい。気にせざるを得ない態度だから、さとちゃん、それは。抱きしめようか、後ろから。後ろから抱きしめてあげようか。ね。ごはん。つまらない電報でございましたから。じゃあ見せれるか。つまらない電報なんだったら一旦見せてくれるか。じゃあ3回失敗したか。そうね。またいずれそのうちお話しいたしますね。今は言いたくないのか。そうか、じゃあ後ろから抱きしめてあげようか。ねえ、ねえ、後ろから。ええ、わかりました。まあね、深くはあれしない。だから後ろから抱きしめてあげようか。ああ、まあいいか。じゃあ漱石さん、無実を勝ち取った漱石さんのこと。漱石さん、もう日本に着いたでしょうか。あ、もしかして漱石さんからの電報ってこともある？違うか。そうでございますね。あ、そのことには触れないから漱石さんからではないのか。あの一連の事件の方がついてすぐにロンドンを出発されましたから、ちょうど今頃到着された頃かと存じます。まあこの頃だとあれか、船でやっぱ1ヶ月2ヶ月近くかかるってことか、ロンドンからまあ日本まで。そうか、大変だったな船旅。あ、2週間か、ごめん、2ヶ月2週間ね、はい。2週間前船酔いのひどさを呪う長い長い電報が届きましたから。あ、そくそく、これ船の中から、2週間前船の中から船酔いで船酔いでもうゲロゲロになっちゃった漱石さんからそれの電報が届いたんだ。とりあえず船の旅は概ね順調みたいですね。船酔い以外はね。どうかされましたか、なるほど様。もし漱石さんが今もロンドンに残っていたらどうなっていたのだろう。バロックバンジークス教死神でございますか。そうね、バロックスバンジークス教から無罪、これ検事ね、検事だけど、無罪を勝ち取ったら、勝ち取ってしまっても結局その人は死んでしまうっていうなんかジンクスがあったんだよね。だけど一応漱石さんは無事に日本に着いたんじゃないかっていう感じだね。もしかしたら船酔いどころでは住んでいなかったかもしれない。ああ、死神出た、新しい死神。死神の法廷で助かった被告人はいないか。だから助かったとしたら、漱石さんが助かったとしたらそれは初めてってことだよね、被告人として。そうね、メグンダルちゃんは。そうね、ロンドンに到着した日に立った法廷のあの悪夢のような結末。メグンダルっていうちゃんっていう、おじさんを弁護したんですよ。で、無罪を勝ち取った。しかし、その閉廷後にメグンダル氏はこの馬車の中で燃えて亡くなってしまったんだよね。2ヶ月経ってもあの火事の真相は不明だそうでございます。ああ、そう。でも日本に帰国した漱石さんが無事だということは、死神の影響力はこの程度だけに限られている、そう考えられます。まあ、それが闇、さっきっていうか冒頭でホームズが言ってた闇っていうところとその死神っていうところが何かつながってそうな気はしますね。
なんというか、それはそれで余計に恐ろしい気もしますね。死神自身が正義の刃を自らの手で振りかざしている。そういえば死神はあれからどうしているのでしょうね。まさかまた新たな被告人が。いえ、それがバンジークス教皇は法廷にあれ以来立ってないとか、そういうことなんじゃない、もしかして。ほら、やっぱ死神はあれから一度も法廷に立っていないようでございます。やっぱり無罪に、その2回も無罪になっちゃったら、それはみたいな。で、なんか復帰なんかしばらく休んでたんでしょ、何年か。で、復帰したら、まあ、なるほどとの対決で、まあ、負けてしまったってことだよね。うん、あれから立っていない法廷に。え？2ヶ月前の漱石様の法廷を最後に再び法廷を去ったようです。おお、再び法廷を去った。だ、なんか麻生儀ともつながって、なんかあるんじゃない、その麻生儀が果たさなきゃいけなかったこととバンジークス教のこのなんか報道、なんかちょっと気になるな。そうなんですか。数年の空白の後、法廷に舞い戻った死神、その全ての審理に僕が弁護士として立っている。だから本当はここが麻生儀が立つべきだったけども、麻生儀は亡くなってしまった、まあ、殺されてしまっただよね。で、僕が立っている。これには意味がある気がするよね。バンジークス対僕、まあ、なるほどっていう。なんて運が悪いんだ。運じゃなくて、これはもう宿命というか、もうそういうことなんじゃないか。まあ、なぜかわからないけど。さとちゃん、電報大丈夫？それは果たして本当に運なのでしょうか。そう、本当さとちゃん、それ本当に思う。まさる子も一緒。運とかじゃないよね、きっと。必然的にそうなってる気がしてならないよね。え、何か言いましたか？あ、いいえ、何でもございません。じゃあ、突きつけるものは特にないよね。昨日もらったものないよね。一旦突きつけてみる。あ、違う、気になるとこない、気になるとこないよね、これ。別に調べても。あ、葬儀ね、これ葬儀のやつなのね。ここに弁護士の名前が抜い取られています。この腕章の持ち主、葬儀カズマ、カズマ様は大英帝国留学にかなり強くこだわっていたようです。とね、このこれだよな。何がきっと英国にはあいつの求める真実があったのでしょうね。その真実っていうのが闇の方の真実なんじゃないか。それは見ること、あいつは命を落としてしまった、同じその波がこもっているのでございますね。そうでございます。ごめんなさい、戻ります。でも他はもう移動することないか。調べる、ちょっと待って、調べたい。ごめん、ちょっと調べたい。さすがにだるま調べたい。日本から持ってきただるまさん、片方の目はまだ白いままだ。あ、そっか、勝利した時になんか目を入れるんだよね。じゃああれか、そのここはやっぱ麻生儀のそのするべきことが自分がなんかできた時か、なせた時にここに丸を書く感じかな。英国の法廷で無罪を勝ち取ったら目を入れようと思っていたのだけど、もういただいたではありませんか、それも二度も。でも弁護士として僕はまだまだですから。僕が一人前になったと思ったら佐藤さんが目を入れてください。お、佐藤ちゃんすごい、すぐ入れそうだな、なんか調子に乗って。ええ、わかりました。頼んだよ、目を入れるタイミング大事だからね。これはこれも日本から持ってきたやつじゃない。そろそろ春が来てようやく暖かくなってきたけど、こうして鉄瓶から立ち上る湯気の香りが気に入っている。あ、なるほど、おさま、よろしければお茶はいかがですか。そんなことしてる場合じゃなくない。まあそうか、早く下に行かなきゃいけないのに調べてんのマザルコか。ごめん。ああ、ありがとうございます、今は大丈夫です。時折里さんの立ててくれるお抹茶にアイリスちゃんのハーブティー、お茶好きにとってまさにここは天国だな。そうだよ、二人のいい可愛い
かい女子が入れてくれるんじゃ。お抹茶はケーキともとてもよく合いますよね。いいよ、お抹茶立ててくれんの。立ててほしい。マザルコにも立ててほしい。スタッちゃん、お抹茶をあんことかで食いて、あんこと一緒に、金つばと一緒に。あと調べれるところはどっかあるか。こういう、あ、スコップ。まあこれ雪かき用か。この部屋を借りた時から置いてあるスコップだ。それはスコップではございません。え、違うの。ショベルでございます。え、違うの、ショベルとスコップって。さとちゃん、違うの。大きい方がスコップ、園芸用の小さいのがショベル。じゃあこれはショベルなの。園芸用なのか。じゃあこれは、あれ、ちょっと待って、大きい方がショベル、どっちどっち、ちょっと分かんなくなっちゃうから。園芸の小さいのがスコップ、大きいのがショベルね。ショベルカーとか言うもんね。だ、大きいのがショベルね。この争いはしばらく決着がつきそうもありませんね。あ、やっぱお互い違うこと言ってるよね。どっちが正解なの。どっちも正解これ。どっちも正解か、きっと。あ、これお茶立ててくれるやつじゃん。佐藤さんが日本から持ってきた茶道具が整然と並んでいる。苦いのが苦手なので、ちょっぴり砂糖とミルクを入れているのは秘密だ。いや、バレるだろ。目の前で入れてくれ、それに砂糖とミルク入れてたらバレるだろ。バレてるよそれ多分。なるほど。お茶は心を休めて美味しくいただくのが一番。無理をして苦いお顔で飲まなくてもよろしいかと。そうか、無理して飲むんじゃない。あとは、あと、まあここが机、椅子が1個だ。この町を訪れて2ヶ月、机の上も随分散らかってきた。いい加減片付けてくださいませ。忙しくないのにこんなに散らかるねえ。まあいろいろ読み漁ってんのか、こっちの文献を。佐藤さん、僕はこう思うのです。勉強のために散らかすのは一歩前に出ること。あ、いい風にこれ撮ってる。自分を正当化しようとしてる、自分が悪いくせに。なるほど、それ良くないよ。片付けるのは後ろへ退くことであると。誰の言葉それ。誰が言った言葉それね。長い人生、一時退くことも重要と存じます。ああ、いいこと言った。サトちゃん、いいこと言った。それはそう、それは本当そう。口では勝てない、弁護士だけど。うん、いい奥さんになるよサトちゃんは。あとは、あ、ごめんごめん。あ、こっちに行けると。行ける。これ荷物は特にない。あ、この町を訪れて2ヶ月。あ、ごめん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 。同じだった同じだった。ごめんごめん。はい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 。はい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 。はい。ごめんなさい。同じのやっちゃった。ここか。ここでさとちゃんがなんかやってる感じかな。さとデスク、綺麗だな。これは電報か。どれどれ。あ、電報。え、見ちゃダメでしょ。こらって言われるよ。ほら、ダメでございます。御所でございます。もう変態って言われたのと一緒だからね。わわわ、わかりました。見ませんから。もう、なるほど、収まってば満腹でございますから。じゃあ片付けておけばいいのに、電報。そうだね、まあ確かにそこにあったら見たくなっちゃうね。これなんだもんね。で、あとは特にはないか。あ、これ水槽、これアクアリウムと呼ばれる水槽だ。部屋にあったので使っている。ほうほうほう、何を入れてるの。水槽の中で車エビがゆらゆらとゆるゆると泳ぎ、イソギンチャクがゆらゆらしている。車エビ、海洋の世界をガラスにて切り取るというその発想、さすが大英帝国でございます。夢がございますね。そのために海水を変えるのがいつも大変ですけどね。そうか、塩分をちゃんと入れてやってるってこと。これ近くの海から持ってきてんの。あ、このえ、なんか今あったっぽくない。あ、ここか。あの扉の向こうはスタッフさんの私室になってる。分かれてんの。そうなの。一度も招かれたこともなく、ちらっと覗いたことすらない。
と当然でございます。乙女の部屋は甘酸っぱい秘密でできているのでございます。何それ、甘酸っぱいの？自分で言ってのけたな。甘酸っぱい秘密でできてる部屋行ってみたいけどね。あとはないよね。じゃあ行くか。では移動しますか。ホームズの部屋だね。支度ができてましたら朝ごはんでございますと。まあ、ここに行けというマークがついている。あの有名な名探偵がエリさんと一緒に住んでいる。世界中から事件の依頼が届くらしいのホームズの部屋に行きます。で、朝食を取るんだよね。同日、某時刻、ホームズの部屋。ほい。おはよう、ナルト君、スタツちゃん。おはよう。おはようございます、アイリス様。ちょっと待って、なんか、ちょっと変な不協音楽が鳴ってんだけど、これ誰が出てんの、これ。ちょっと不協じゃない？不協の音楽じゃない？あの、アイリスちゃん。ん、どうかしたんだろう、ハデくん。何事かな、このうめくような、きしむような雑音は。これ誰がやってんの？誰？あ、気がついちゃった？気がついちゃったっていうか、すごい耳障り。控えめに言って耳障り。ね、控えめに言って。お前かい！やめろ！やめろって。そっちの才能はないからやめろって、マジで。ホームズくんね、ちょっと今朝は調子が悪いみたいなの。いや、この程度だったらそんなに変わらんだろう。今朝も昨日も一昨日も明日も。やめよ。人にはね、向き不向きがあるよ。落ち込み方激しいな。うまくいかなかった、弾けなかった日の落ち込み方が。朝からそれじゃ一日やばいぞ、今日一日。いや。おはようございます。どうも、ホームズさん。ホームズさん？ホームズさん。死にたくなるようないい朝じゃないか、翔くん。どうしたの？ねえ。ちょっと。どうしたのって。どうしたの？マジで。ちょっと面白いから今回ここまでにしようかなと思います。もうちょっとこれ楽しみたいよね、ちょっと。どうしたの？じゃあ、死にたくなるようないい朝じゃないか、諸君。その、朝からバイオリンを弾いてうまくできなかったから今日は気分が良くないな、なのか、もう昨日の夜から夢見心地が悪くて、で、結局バイオリンもうまく弾けないしっていう流れのやつなのか、この状況はどうなってこういう状況になったのかっていうのがすごい気になる。こんなホームズ初めて見た。この猫背の。すいません。じゃあ、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、第5話が始まったということで、じゃあ次回、このホームズがなぜこんなに猫背でこんな、しょぼけちゃったのか、ちょっと解明していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価などしてもらえると嬉しいです。では次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントロール握る。でもいつもお母さんは握っていてばかりで、俺も。